皆さんのもピーマンドです。今回実況8回目は前回に続き交流戦をプレイしていくからね。この交流戦で大きく数字を落としてる鈴木誠也、こちらご覧ください。一目瞭然でしょね。始める前と比べて現時点ではもう差がありすぎる。同じ選手とは思えない落ち方してますからね。これもう交流戦は3カードしかないですから、とりあえずその3カードで交流戦始める前と同じ時のような成績にね、戻せたらいいでしょうね。とりあえずこれ以上落とすと本当この時点でトリプルスリーがなくなりますからね。まずは楽天戦1戦目ということになりますね。いきなり則本が1戦目から登板ということで厳しいですけども、関係ねえそんなのはね。引き続き1番でね、もう交流戦終わるまではとりあえず打順1番でするから。でも結果この打順1番にしたことによってこの急降下が始まったからね、やめた方が良かったかな。盗塁するために1番起用にしたの、盗塁ね1個もできてないっていう、それどころか1回失敗して成功率落としただけっていうね、絶対1番やめた方が良かったんで、しゃあないわ。とりあえずもう残る3カードは1番で、そしていきなり則本から最高な結果をね出せたらいいけど、まあね、別にダメなことだけじゃないですからね。前回の動画では逆転グランドスラムというね、このシリーズ初の神ってる展開もありましたから、まああれだけですけどね、それが何にも記憶に残ってね、また今回も同じように来てた、ね、グラスラ打って数字も上げてね、最高の交流戦にしていこうよ。ああ追い込まれるとな、奪三振持ってるからね。則本の場合はもう早い段階から甘い球、そんな甘い球ないけど、そういう球を見逃さずに打っていかないとチャンスないな。追い込まれるまでに勝負決めないと、追い込まれたらもう相手の土俵ですから、ダメだよな。うわー、かといってこういう球を打ちに行けというわけではないんだけどな。息を吐くように2-0、クソみたいな凡退です。何これ。あー、打率も2割7分切っちゃったね。おーん、まあ打たなきゃ当然下がるわけで、下手すらこの動画で2割5分まで落ちるかもしれんね。ああ、よかった。とりあえずこの試合初ヒットね、イエース、ライト前。さあこれ果敢に盗塁と挑もうか。もうね、ぶっちゃけ今の成功率の時点でクソですから、これ以上落ちようがなんだろうがもう関係ないよ。挑んでいきたいと思いますわ。ただ速球ゴリゴリ系ピッチャーですからね。5、打ってきた。これはありがたいね。多分失敗してたわ今のね。完璧にスタート切らないと無理なんだよな。あー、三振だ。則本はもう降りてるね。いや、この則本がね、ぶっちゃけ能力通りの野球をしてないのでね、さっき防御率映ってましたけど3点台で、今日ももう4失点してますからね、らしくはないね。うわーん、ボッテボテン。また1安打だけで終わるのか。こんなのは嫌だぞ。さあ5打席目来たんでね、もう豪快に一撃ぶっ放すのもいいでしょう。チームも4対4で同点なんでね。ほらね、こういうこと、神ってる男健在です。エース今季11号、フォー。いや、いいとこで打つ男だわ。一本一本がね、ほんと価値ある一本なんで、この場面で勝ち越しのホームラン、なかなか限られてるんじゃないかな、こういうシチュエーションで打てるバッターっていうのはね。それもフォーク、なんでここで打てたんだろう、自分でも不思議だわ。でチームはそれで勝利ですからね。いや、今日は鈴木誠也だろう。勝利に貢献したのは誰だ、丸か、ちげえよ、鈴木だよ、神ってる男だよ。なんでヒーローに選ばれないのか謎なレベルですけどもね。あ、丸がそれ以上の活躍したからでしょうね。うわー、2戦目の先発ピッチャーもレベル高い騎士だよ。ほんでノリノリかい。ただ鈴木誠也も絶好調ですからね、2試合続けて一発放つのもいいんじゃないでしょうかね。ただいや、まあ、則本以上に厳しいと思うよ。俺がパープルで苦手にしてる投手ランキングベスト3に入ってる投手ですから、戦いたくはない。できれば顔も見たくない。目の前に騎士が現れたら俺は逃げるを選択するんだけどね。ただ逃げれないからさ。行くよ。難しい対決になるけどね。わあ、防御率は 1.25。則本と違ってちゃんと数字も残してるっていうね。やべえな。だからノリノリにもなるんだよね。高騰するから。鈴木誠也も同じ条件ですからね、今日は絶好調。調子を言い訳にはできない一日よ。んだー、もったいない、このスライダー。打てたボール、打ってないやつが打っても説得力ないの分かってるよ。でも打てたんだ、この球はね。センターフライにしたのがもったいないくらいだよ。よし、これは落ちる。いやー、センター前ね。 OKOKOK、 その間ランナー二塁行くぞお前。
まあ、ツーベースにはならないけどね、これで。一塁に残っておくのもありだったね。盗塁のチャンスでしたから。ああシングルヒットですからね。まあいいでしょう。こういう走塁でチームの勝利に関わっていかないとね。あれだけ盗塁失敗重ねてるんだから、そういう部分でプラスにしていかないと。あ、これも落ちそうだね。イエース、大丈夫。 V これはもういきますね。うん、前回の鈴木誠也もこの動画で現れることはないでしょう。前の試合2安打、今日も2安打ですからね。もうここまですでにね、ここまで2安打、それも岸から打つ、最高か。この流れでホームランとかねえかな。2試合続けてもね、カモン。あんま打ってよか。いや多分ホームランできてるよ、振ってたらね。それで結果三振だ。もったいなさすぎる、後悔しかねえわ。普通の凡退とはわけが違うね。打てた球が来てたからさ。またもやこれお前2対2で同点か。ほんで岸はまだ投げてるしね。はあ、まさかの展開だね。勝つと思ったけども同点に追いつかれたか。でこういうシチュエーションでやっぱ回ってくるのは鈴木誠也ですからね。先ほどのように鈴木誠也のバットで一発決めましょうよ。あーこれチェンジアップね。もうずるいわこれ。でこんなストレートで来られたら打てるわけないやん。打てないって分かってて投げてるよね、当たり前だよ。よかった、チームは結果4対2で無事勝利だね。ちょっと2打席目3打席目で軽くヒットを打った男とは思えないくらい、ちょっと4打席目5打席目情けない凡退でしたけどもね。まあチームが結果勝利ならばいいでしょう。連続ホームランはならなかったが、今2試合続けてマルチ安打中。さあこの流れの3戦目どうなるか。いや率もね確実に上げていってますから取り戻せてるよ。で残る今回プレイする試合はまだまだありますのでね、この3戦目も当然この上昇気流に乗ってね、上へ上へ上がっていかないと。こっからわりかし急にズドーンって千賀のフォーク並みに落ちるのがこのシリーズですからね。打たないと、一本でも多くね。最高。今日の試合結果ではまた2割8分乗せることができるね。危なかった、一時期はもう2割6分台突入して、おいおいおいってなってたけどね、また回復しますわ。まあ打てば上がるものなんでね。あーバットも折られて凡退。なんかこの流れで一番したくなかった凡退だね。ボッテボテな上にヒットの可能性ゼロな上にバット折られるからね。この凡退が後に引かなければいいけどね。わわファルファル、フェアゾーン乗ってんのかい。もうちょっと待ってくれよお前、完全後に引いとるやないけ。なんで則本お前騎士の流れの見間打てねえんだよ、おかしいだろお前。ディスってるわけじゃないからねこれはね。でもレベルを考えたらね、むしろ今日は3安打4安打しないとね、前の試合打った人間。ここでピタッと止めんなよお前、言った通りになってんじゃねえか。うわー落ちろ落ちろ落ちろ、頑張るな。うわーペゲーロだからね、お声かと思ったけどそうじゃねえわ。でも取られるっていうね、お声ならもっと楽に取られてるよ。ちょっと待てよ、ここまで無安打上げたもの全部落としてる。積み上げたものぶっ壊してだね。こんな時に歌わなくていいんだよバカ野郎。スリーボール、フォアボールもまあ大事っちゃ大事ですけどね。今でもバットで結果残したい時期なんでね。あーフォアボールだ、もう一回来てよ。あーで取りのチャンスでもあるからな、行こう。ゴーどうだ、わあ勢いできやがった。ただ今グッドスタートだからね、もうこのグッドじゃよほどの限り無理ってことは分かってるから、うん、相手の送球がそれるとかね、スローカーブ的な変化球を投げないとね。もう一回打席来たね、5打席目行こう行こう行こう。チームが回してくれたよ、つないでね。さあ行こう、もうシングル打ったってしゃあないでしょ、点差考えろ。9回だ、エンターテインメント、エンターテインメント、観客を楽しませるバッティングしつつ鈴木誠也の数字も上げる。ダメだ、シングル徹底して狙いに行けばよかったね。その上凡退したらダサいよね。うわーもう言った通りになったね。千賀のフォーク並みにズドンと落ちたでしょ。2安打2安打からのノーヒットやからね、まあ、1個のフォアボール選べたけども、騎士打ててなんで見間打てねえんだよ。もうやっぱあの1打席目の凡退のね内容が悪かったわ、バット折られてのね。あれが後に完全響きましたね。上げたと思ったら落とす、いつもの流れで楽天戦終了ですね。ただチームはこれで7連勝ですからね、やばいっすよ。交流戦始まる前は中日にね順位で負けてたんですけども、
気がつけばね、中日より上に行ってのこれですからね、広島の連勝が止まらない。当然この7連勝っていうのは現在ね、シリーズ最長連勝になってますから、どこまで続くか。さあ続いてオリックス3連戦ですね。そして1戦目に関しては地方球場で行われる一戦なので、ぜひとも狙っていきましょう。そして神ってると言われだしたのは鈴木誠也、このオリックス戦で大活躍したからですよね、確か2016年ね。ですからここで見せましょう、神ってる活躍をね。やったるで、ボッコボコにしたるぞこの野郎。積極的に今日は一発狙いに行くわ。ブンブン丸になるよ、一番バッターがブンブン丸。まあ敵からしたらある意味怖いわな。振り回すんで、一番バッターだからこそね。ただその結果凡退しちゃダサいよね、もう。で鈴木誠也以外は打ってるという悲しさね。初回に3点入ってますから、鈴木誠也だけが打てなかったんだ、あの1イニング目。最悪じゃねえか、ダメだな。第3球を投げました、打った。これもボール臭くないか、ちょっとボール球スイング率また高くなってきてんな。さあここはうまく右へ取るんかい。もういや、もうだからこれなんだよね、前回から本当にこの手の打球が外野前に落ちることがなくなったのよ。まだ2割6分台来たよ、これもう。結局2安打2安打打ってもその後凡退だからこれだよね。抜けるね、よしよしよし。最悪1本は打たないとね。さあもうこれも果敢に盗塁ですね、行きましょう。行こう、グレート盗塁。もうはぁ、2番やろ、もう少し考えてバッティングしてくれよ。2アウトとはいえどね、初球から手出してどないすんねん。2番バッターらしさゼロやで。ブンブン振り回すなよ、2番バッターこそはね。今のなんてグレートですからね、まあ、確実に決まってたでしょうね。わかるよ、防御率も収束しちまってるっていうね。ははは、面白いな。よし来たー、狙い通りの一撃。ほう、ずっと狙っとった。あんなしょうもないシングルで納得満足するわけないでしょって。ようやく打てましたわ、それも勝ち越しのね。わーお、やばいね。10号目が逆転グランドスラム、11号目がこの動画で打った勝ち越しの1点、それで勝った。でこの12号目ね、勝ち越し、やばい、いいとこでしか打ってないよ。6対3。いやもう今日は神ってる男でしたね。なんで毎回ヒーローに呼ばれないのか謎だわ。まあ確かに今日に限ってはエルドレッドが2ホーマーですからね。それでもあの場面で一撃打ったやつがヒーローでしょ、ようわからんな。まあでも結果ね、2本打ててホームラン打ててよかったですよね。今日の試合の流れ考えたらね、また先のように凡退してもおかしくなかったから、2試合連続凡退を防げてよかったですよ。さあ2戦目からはですね、広島松田ズームズームスタジアム戻っての本拠地での戦いになりますからね。コーク絶不調、チャンスありあり、これは来たね、ありがたい。いやもうど真ん中嫉妬にしか来ないんじゃないの。今日1試合連続でポポポンポーンっていこうか、やっちゃおうか。いやもう狙いに行きます、今日もね。この本拠地で大きな花火咲かせまくってやるよ。やばいって、ただでさえ防御率5点台付近のピッチャーが絶不調ってなったら、もうホームランボールしか来ないよ。ただ2球で追い込まれたな、マジか。おいー、弾き返してどうだ、そのままスタンドインではないが、まあでもフェンス直撃、2ベースだな。おいえー、じゃあ2打席目も一発、次こそスタンドインへもらうぜ。やっぱね、今日に関してはかなり甘い球が多い。ツーシームも全然変化してないしね。あれ最も打ちやすいツーシーム、今のも打っときゃよかったね。スタンドイン待ったなしだよ、もったいねえ。うわー、もうミスったな、今のはミスショットだろう。いやもうスタンドを運べる球しか来てなかったんでね、それがヒットにもならずアウトっていうのはもったいなさすぎる。ほんでチームまた同点に追いつかれてんじゃねえか。さりげなくさっきからひどいよ、ちょっとね。もうそのまま勝てるでしょってとこ全部同点に追いつかれてんだから、いい加減にしてくれよ、しっかりしろ、情けないぞ。投球はこれから3球目、頭付近に来るのは勘弁ね。怪我してシーズン出れないのは一番最悪な展開、超バッドエンドだわ。まあでもあるからね、そういう展開も可能性としては。ここはフォアボール、結局コークからは1本も打てずか。ホームランはね、もうピッチャー変わってますから、打ちたかったな。さあヘルメン、こっちは調子いいし、まあでも防御率は5点台か。こっちも打つチャンスあるな。あー三振、こんな球速いピッチャーがなんで防御率5点台になるか謎で仕方がねえわ。まあ球の速さだけではこの球界活躍できないということだよね。
甘くねえんだ。でも鈴木誠也三振しちゃったけどね、よく他のやつ打てんな。すげえリスペクトする。全然打てそうにないもん今の球一球も。あーもうもったいないな本当に。やっぱ航空から1本打っておきたかったな、ホームランをね。チーム4対2でまた勝利で、これで9連勝。まあ今日は1本のツーベースにフォアボールですからね、まあ通常であれば喜びたい1日なんですけど、相手ピッチャーの調子とかそういうことを考えればやっぱね、1本打って2試合連続ホームランといきたかったよ。さあ今日勝てばチーム10連勝ということで、もう止まらないね。ただ中日も勝ってるんで、ゲーム差が全然広がってないっていうね、さっきからね。結構中日も強いですからね。まあ、最後もこれ、勝てるよ、オリックス3戦目ね。行きましょうよ。10連勝に大きく貢献しましょう。この連勝中、やっぱ鈴木誠也の活躍も大きいですからね。確かにね、数字は大きく落としてますけど、割かし勝利に直結するような場面で打ってますから、印象としてはね、悪いですけども、そこまで悪くはない。数字ほどね。トップバッターは鈴木。インローへ変化球外れてもちょっと強振強振でやってるから、こう今日はミート打ちで、まあ金子千尋ちーちゃんは簡単に打てる相手ではないんでね、それを防御率が示してるよね。投げた、決まってストライク。やっぱ連続して安打打って、とりあえずまた上げたいんでね、言ったでしょ、交流戦前の数字元通りにするって。そのためには打率2割9分まで上げないとダメだからね、相当連続して打たないと。決まったストライク。ボールじゃないんだね。おいや、あーもうこのスライダーさっきから打ち損じまくりだ。もったいないんだよなマジで。簡単にセンター前運べてるとこ、こっちのミスでこうなってるんだから。あー先制のチャンスだ、いただきましょう。絶対にゲッツーだけは打たないよな、それは先言っとくわ。フラグ立てしたわけじゃない、絶対に打たないという意思を表明したんだ。大丈夫だ、俺が大丈夫って言えば大丈夫なんだよ。そんな J-POP の歌詞なかったっけあったような気がする。うーわでもちょっと待ってよ、ちょっともうね、俺が大丈夫って言えば大丈夫でしょ、うん、何が大丈夫なんだろうね。敵からしたら大丈夫だとね。なんだこれ、お手本のようなゲッツーです。はあすごいね。限られた人間しかあの場面でゲッツー打つことできないでしょうね。そのうちの一人俺ですね。他の人探しに行ってみろ、この YouTube 界にいるかもしれないねもうふざけんなよマジで、一発で取り返すわゲッツーのミスは。どの選手使ってもこういう感じになるんだからね。だからその辺ちょっと判定おかしくねえか、さっきから。わあもうあそこストライク言われたらもうどうしようもないよ野手はね。いや審判に問いたいわ、お前打ってみって、お前が打てるんだったらストライクって高らかに宣言しやがれこの野郎ってね。で今日ここで連勝も止まりそうだしね、負けてるし。逆転のカーブ見せたいが一番鈴木誠也が完全に沈黙だ。ああここに来てまたのおヒットかと思ったんだが、おい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 、結果負けましたけど、あと1点差、逆転のカップ、惜しかったね。いや、これ鈴木誠也打ってたら多分勝ってるよ、今日ね。この連敗、連勝を止めた先輩ですわ。もったいねえな、最後にオリックス戦で負けて、ここで、連勝9連勝でストップっていうね。まあもう今日は完全に金子千尋に抑えられ、あ、もう2打席目のゲッツーですよね。あれさえ、あそこで1点取っておけば、もうね、分かんなかったですから。むしろ負ける展開もなかったかもしれない。まあ8回に4失点したピッチャーにも問題がありだけどね。今村さんですね。もうブーイングもんですわ。これはあかんわ。まあ連勝はストップしたけども、9連勝できただけでもね、十分で。カープがいくら強いとはいえ、ここまで連勝することもなかなかないからね。さあ、交流戦も残るはワンカード、それがソフトバンクというね。まあ本来ならばですね、2017年の日本シリーズカープが順当に勝ち上がれば、この広島とね、ソフトバンクの戦いっていうのがあったと思うんですけどもね、広島は残念ながらクライマックスシリーズで敗れてしまいですね、横浜が上がりましたからね。まあその横浜が割かしソフトバンクといいゲームしたからね、弁場面とかもありましたけども、やっぱりこの2チームっていうのは今のどちらのリーグを代表してるチームですからね。ですからこのペナントでも当然負けないように、そしてチームを引っ張れるようにね、鈴木誠也がね、行きましょう。確かに連勝は止まったが、この後連敗するわけにはいかないからね。9連勝しても9連敗するチームいらへんわ、ダメですからね。行きましょうよ、当然1番で出場ですね。相手もいい先発、いい中継ぎ
いいクローザー、あーもう最強のクローザーがいますからね。まあサファテとの対決もね、おそらくこの3連戦のうち一つあるとは思いますが、これではね、ちょっと交流戦前の成績まだ程遠いですからね。現時点で打率含め OPS でもね、最後にこの3試合で爆上げしないと、動画の冒頭で言った通りのね展開にはなりませんから、元通りにはならないからね。やっぱ交流戦で結果数字を落として終わるっていうことになるから、それは回避したいね。インハイ際どい球ボール、カウントは交流戦でこそ打つのが鈴木誠也なんだ。3球目ストライクじゃないとね、パリーグファンにバカにされますから、あいつセカンドリーグでしか活躍できないんだなみたいなね、そう思ってるファンも多いでしょ。ノー、もう抜けるやろお前、今セカンドのポジションやないか。一塁手ちゃうで、二塁手二人おるけど、ルール上それいいの？もう問題はないだろうけどね。頑張るなぁ。おそらく内川かな、一塁手はね。これもだからね、審判に問いたい。お前打ってみって、自分が打てない球ボールって言えや。ふざけんなぁ。もうここもダメだ、もうダメダメじゃないですか。今日もうすでに 2-0 だ。何もできてない。この戦いになんか加われてない感じがするね、あまりにも凡退重ねてるから。ダメ、もう簡単に追い込まれて、はいはいはいですよ。東浜からしたらこんな楽な1番バッターもいねえと思ってるわ。これも内川、もうどこでも内川やないか。ドゥルルルン、どこでも内川いらねえわそんなんね。ふざけんなよ、もう2試合続けてノーヒットは回避できたね。よーし、すくい上げれた、ツーベースっすね。あ、肩もいい、ノーバウンドじゃねえか。危ねえな。鈴木誠也の走力が高くてよかったね。さあチームはでも3対1で結果勝利ですね、この両リーグ最強チーム。まず1戦目はこちらの軍配が上がりましたよ。続けてデイゲームで行われるソフトバンク2戦目ということになりますね。今日千賀すごいフォーク持ってるやつね。そんで鈴木も調子悪いし、最後たまたまヒット打てただけの1戦目。2戦目どうなんのよ、連続して凡退したらまた意味がない。いやー、大きな花火をこのソフトバンク戦で咲かせたいんだけどな。さあ1打席目いこう。これね、注意なやつね、このフォークね。はい、結果フォアボール、エース。さあ盗塁も果敢に挑んでいきたいですけどもね、やっぱフォーク、うーでもここはバントなんですよな。うーん、やっぱ1番やめましょう。まあ交流戦も最後までね1番でいきますけども、危ない危ない。まあ、でも交流戦終わったらまた4番に戻しましょう。お、1、2塁間抜けてどうだ。ホーム特攻はさすがに無理だよね、肩が良すぎ。ああでも結構それてたということを考えれば、いやそれでも無理だな、タイミング余裕のアウトですから。さあ2打席目、チームは2対1で負けてますね。あ、もう打ちに行ったら分かってんのにこうやってなるっていうね。もう見てもダメだしね、打ちに行ってもダメ、投げられたら終わりな1球だよあれ、ある意味ね。もうなんで振りに行ったんだあのカウントで。ツーストライク追い込まれたらあれ振るのもしゃあないけどね、追い込まれる前はもう全スルーで OK、 あれ来てももう無視でいいんだよ、会話もしなくていいわあれ見かけてもね。ピッチャーダメな1球だ。どうだ、ファースト候補落ちない。もうほんとね、このソフトバンク戦一塁手の内川さん取られまくってますね。そういや鈴木誠也と内川って自主練してた仲だよね、あのオフにね、2016年とかそれくらいね。そういう、え、何、そういう仲なの。どういう仲だよ、もう一本も打ててねえわ、ひどい。そら負けるわ、1番が足引っ張りっぱなしなんだからね。あ、ほんで広島が交流戦優勝を決めたらしいね。イエース、なんとソフトバンク戦最後行う前に優勝決まりましたね。まあ先ほど続いてた連勝もありましたからね、うん、この交流戦で広島自体はかなり、順位も上げて勝率も上げましたからね。鈴木誠也自体は最後まで乗り切れず、もう結果ね、あの交流戦前の数字に戻すことはぶっちゃけこの最後の試合どれだけ活躍してもできないとは思いますけども、最後の試合挑んでいきたいと思いますのでね。最後万年ハーフは先発ですか、後悔しかない交流戦、最後くらい笑顔咲かせられるように。まあでも印象としてはね、さっきも言ったけど結構いい場面でホームラン連発しましたし、グラスラーも打ったんでね、数字の部分では落として残念ですけどもね、いい場面で打ったということを考えればこの交流戦もちょっとはね喜びもあるんですよ。さあ打ちましょう、最後にもっと打つ、早っ。
154キロ、なんだよいきなりね。プレイボールで154キロ投げられて誰が打てるんだよ、教えてくれ。なんでこれメジャーリーグで通用しねえんだよ。いや通用するでしょ、出戻りでね戻った選手ってほとんど通用してますから。バンデンハークもなんかいけそうな感じするけどね。うーわ、もうまたファースト。あーもういいね、ずっと内川さんと一緒でいたいんでしょうね、試合中もね。それ特定のね女子は喜ぶかもしれませんけど、もう俺からしたら気持ち悪くて仕方がないわ。お願いだから早く打てや、もう打たなくてもいいわ、一塁の方飛ばすな、もういい加減ね。よかった、とりあえずねキャッチャーの方飛ばせてそれ一安心ですよ。もう一塁の方飛ばしたくないんで。さあでも今日も息を吐くように 2-0、 結果大きく数字落としまくってんな。あーもう余裕のアウトだわ。 3-0、 あー満塁できたね、行きましょう。この交流戦で打った初めてのホームランがグラスラーで始まったからね。交流戦で3本ホームランを打ちましたが、いやーもうグラスラーで始まりグラスラーで終わるでいいんじゃないですか。行こう行こう行こう、狙うわ。フォー一発だ、どうだ。あーグラスラーじゃないけど、まあここで1本打てたわ、それは良かったね。はい、一定差に迫るタイムリーですから、まだ打席も来ると思うんでね。個人的にはちょっとホームランにしたかったところではあるけどね。あーで点差も相手、あ結果チーム敗北だね。最後打席回ってこなかったわ。サバテとの対決もねちょっとあってほしかったんですけど、はい、終わってみればソフトバンクに2連敗っていうね、勝ち越しならず。広島ですら勝ち越せないか、いや一番バッターが足引っ張りっぱなしやったからね、そら勝てへんよ。うわー相手チーム4本のホームラン生まれてるからね。お前これ打たれすぎだろ、ヘイゲンズシャレにならないレベルで打たれてるじゃないですか。ヘイゲンズだけじゃないかな、ヘイゲンズ2本、中田1本で一岡1本、合計4本ですね。さあこれで実況2回にわたってやってきた交流戦の全日程が終了したので、交流戦の順位確認していきましょう。まあ先ほども言った通り、広島優勝してますからね。ただ勝利数では巨人と並んでるっていうね、この巨人も交流戦で勝ちまくってたんだね。ただまあ勝率の差もあり、そしてゲーム差でも離れてますからね、それもあり、広島が優勝ということになりましたね。ただ現在のセリーグ順位ではですね、最後2連敗が響いたことによって結果またこれ中日と並んだんですよね。中日もこの交流戦まあ勝ってる方でしたからね。また並ばれるという状況を作り、そして残るゲームは75ゲームということになりましたね。そして現時点の鈴木誠也のね成績を確認すると、打率は2割6分7厘と交流戦始まる前どころか、この動画始める前より数字を落としてしまうというね。2割7分すらキープするのが難しい、この時期のバッターで2割6分7厘のやつ、後半戦一郎並みに打たないところ3割乗らないんだよな、そしてキープできないんだよね。残念ですね、やればやるほど3割からトリプルスリーから遠のいていくんでね、結局交流戦1番バッター起用でやりましたけども、盗塁なんて1個もできなかったからね、本当何のために1番でやったのか分かんないわ。まあホームランはね、まあ今回打ったように結構劇的な場面だったりで打つことできて12本打ってますけども、それでももうちょっと本当この交流戦でいろいろとね数字を落とし、 OPS も7割6分6厘、まあ1バッターとしてみてもね、この能力考えたらこの成績っていうのはあまりにも悲しすぎるからね、残念な悲しい交流戦ということになりましたね。さあじゃあ今回の動画はこれにて終わりにして、次回は6月の23日の阪神戦からスタートしていくからね、落としたものは仕方がない、もうねセリーグとの対決でまた数字を上げて元通りにして、そしてトリプルスリーも達成してチームを優勝に導けるようにやっていくので、次回の動画も楽しく見てくださると嬉しいです。グググググバイ、またおう。